67年の生涯を通じて画家の目に映った人間の業。それは時に戦争、時に差別といったさまざまな形で現れた。戦後、山梨県で起きた農民による地主襲撃事件を題材にした画家山下菊二の代表作「曙村物語」。ここには争い、差別、古い因習などが渦巻いている。山下は言う。私はあくまで真実は曲げられないとして戦う人と共にありたいと思う。私の表現がその戦いの一環になりうればと願っている。戦後の事件を題材に土着的で不可思議な作品を描いた山下菊二。彼が問い続けたものを探る。日曜美術館、今日は昭和の時代を生きた画家山下菊二です。こちら大きな作品なんですけれども、代表作曙村物語です。なんかね、最初これ見た時に、その江戸川乱歩的なハクチュームっていうかな、そういう感じがしましたね。なんかこう不気味でおどおどしくて、しかしなんかこうどういうわけかこう魅了されるというか、ちょっと怖いんだけれども、でも惹かれる、惹かれるところありますね。山下菊二のこの独特の作品世界はどのように作られていったんでしょうか。混沌、狂気、不協和音、ベトナム戦争さなかに描かれた作品天下記。人形なのか死体なのか、硬直したバラバラの人体が組み合わされています。中央のデク人形のような股ぐらから飛び立つ星条旗の棺。山下はベトナムで激しく傷ついたアメリカ兵の遺体が日本で整えられてから本国へと送られたという話を聞いて描いたといいます。いつの時代にもいつの間にか忍び寄る得体の知れない怪物、戦争の姿が描かれています。1949年に起きた列車の脱線転覆事故。犯人として労働組合員が無実の罪を着せられた松川事件を描いた作品。中央の巨大な目、牢獄を背に国家や司法がこちらを見つめているのか、人々が権力を見据える目なのか。社会的な事件を題材にしながらも安易な解釈を拒むのが山下の絵の特徴です。1919年徳島県に生まれた山下は画家を志し18歳で上京します。当時本郷銅坂にあった画家福沢一郎の絵画研究所に入門。
山下はそこでダリア・エルンストなどの前衛美術シュルレアリスムに強い衝撃を受けます。人の無意識に潜むイメージを造形化し人間の本質的な姿を描こうとしたシュルレアリスム。自らの内面世界と向き合い心の奥底にある不可思議なイメージを形にしたい。画家としての方向性を決め絵画の制作に邁進する山下。しかしその探求は1年3ヶ月で突然終わりを迎えます。昭和12年日中戦争が勃発。翌年には国家総動員法が実施され泥沼の戦争状態に入っていきます。昭和14年、20歳の山下も召集を受け、台湾、そして中国南部の戦線へと送り出されたのです。山下の故郷、徳島にある県立近代美術館。5年前、山下のアトリエにあった段ボール120箱にも及ぶ資料を預かり調査を進めています。調査を進める中で200枚以上もの従軍時のデッサンが見つかりました。自由な創作の場から一転絶対的な命令が支配する軍隊の中に組み込まれた山下。一枚一枚丹念に描かれたデッサンからは虐殺や強奪が横行する状況にあっても日常的な風景や命のきらめきを捉えていたことがうかがえます。しかしそうしたデッサンの中に異様な表現が見られるようになります。死んでいるのか、眠っているのか。背景に溶け込むように横たわる男。植物と人間が一つに溶け合うような不思議なデッサンの数々です。これらは山下の目に映った戦場での人間の姿でした。戦後初めて発表した10枚の連作マルドロールの歌。19世紀フランスの詩集マルドロールの歌に触発されて書いた作品です。ここでも人と植物が荒々しい筆致によって融合するように描かれています。すべてのものが日常的な輪郭を失い混沌とした極限状態へと追い込まれる戦場。黒い塊となって湧き上がる恐れや不安、獣のごとき人間への憎悪、枝のようにバラバラにされた人体。山下が戦場で見感じたものが黒い線描となってうごめいています。山下さんは率直にその戦争でどういう自分が体験したかということを、まあ、はっきりと語ってられるし、そしてその語られている内容というのは、まあ、
むしろ自分がいかにある残虐なことをしたかというか、それに加担してしまったかということを、まあ、いわば赤裸々にというか、それを何度も何度も繰り返し反芻して語っているわけですね。で、戦争っていうのは誰もが知っているように人間が物のように扱われてしまうと、物として手段として扱われる、もしくは対象として破壊されるっていう、そういうまあ2つのレベルを単純に考えますけども、山下さんの体験重要なのはもちろんそういうものに衝撃を受けるんですけども、一番山下さんの経験にとって重要なポイントは、自分が考えたり自分の感じるっていうことが実はそれ自体がものとして自分でも思いもがけないような反応をしてしまうと、同じ自分がこんなことをしてしまうのかとか、こんな感じ方をしてしまうのかっていうのは、その現にそういう行動をしてしまう、そういう反応をしてしまうことに驚いてるっていう自分があるわけですね。このマルドロールの歌という、まさにそういうことをテーマにしてるというか、そういう作品で一人の人間がここまで残虐になれるのかという、もうとてつもなく残虐な怪物、人間というのはいかに怪物性を秘めてるかっていうことを書いたと言ってもいいと思いますけども、そのまさにその戦争に行って自分の自身を疑うというか、自分自身を一つの巨大な物質的過程というかですね、矛盾の塊というか、世界そのものと同じぐらいに大きな世界の矛盾そのものが自分の中に含まれている、そういうものとして自分を発見するというか、他者として自分を発見する、そういう視点が持続している。不慮が逃走し捕らわれて連れ戻された時のことです。その処刑が私たち新兵の度胸試しによって執行されることになりました。手足を縛られた逃亡者の首から下の部分が穴の中に土とともに突き固められて、首だけが地表にポツンと置かれたように埋められた。その頭から鼻を、そして耳を刀のように切れる兵器用シャベルでこの手で切り落とさなければならないのだと思うだけで、体内から消えていく気力とは反対にシャベルは打ち下ろされていた。首の上に石油が振りかけられて火がつけられ、よくもこのようなひどいことができたものだという血のりで覆われた大地の声に対して、あの絶対的な軍隊では仕方なくやらざるを得なかった。そのような言い訳があの多くの中国人の死の苦しみを傍観した私にとって何になるというのだ。そういうことがどうしようもない汚辱となり、いわば十字架のようなものとして内在化しました。戦後アメリカ軍の基地問題などさまざまな矛盾を抱えながら変貌を遂げる日本、そうした現実を前に画家たちの間に絵画によって日本の現状を訴えるルポルタージュ絵画運動が起こります。そんな中、山梨県の旧あけぼの村で事件が発生。横暴の限りを尽くす地主に農民や労働者が襲撃事件を起こしたのです。山下は早速現地に入りデッサンを開始します。告発のための紙芝居を作るのが目的でしたが、それらを一枚の絵に構成し直して生まれたのが代表作、あけぼの村物語です。
けぼの村の有力者で、マムシのように嫌われていた地主から、人を人とも思わない扱いを受けていた農民が、敗戦後、地主の家に押しかけましたが、襲撃の際、農民を指導していた労働者が、地主に殴られたのが原因で、逃走中、水死しました。また、地主のために銀行が潰され、孫娘の入学を楽しみに貯金をしていた老婆が、悲観して首吊り自殺をしたこともありました。山下は、ただ事件を描くのではなく、背後に潜む因果関係や、心の奥底から湧き上がるイメージを重ね合わせ、一つの画面に集約しました。村人は犬となり、狡猾とも卑屈とも取れる眼差しを向けています。奇妙なオブジェが置かれた画家中村広志のアトリエ。中村さんも山下と同じく1950年代からルポルタージュ絵画を描き始めました。時代がもう本当にショッキングというかね、なんて言ってるんですかね、毎日毎日がもう変わるんですよね、あの1950年代っていうのはね。で、今政治の季節って言われてるけども、政治なんていうふうな、そんな綺麗なね、はしっかり分かれたジャンルの問題じゃなくてね、生活が政治であり、政治が生活であり、同時に我々はその飯もろくに食えない、そういう中で絵を描こうとする、その時の表現行為と生活と政治と現実と、なんかヤンキーゴーホームが一色たになって、ごったになってましてね、それをいっぺんに食えみたいなことを言われてるような気分の時代です。この現実をやっぱり絵描きとしても放っとくわけにいかんから描くべきだ。山下より一回り若いため戦争へ行かなかった中村さん、二つの世代の間には大きな隔たりがあったといいます。いや、あの戦後我々は非常に被害に被ったっていうだけで、まあ、落ち着いていられたんですが、山下さんは多分被害の側の我々の運動と一緒にやろうとした時に、同時にそのちょっと前寸前くらいまでは加害者だったため、どうしてもそこにね矛盾があったはずだと思います。でそのこと自体はね、大変僕は逆にそこが面白いと思うんですね。この矛盾だらけの中で絵を描こうとするってことは、普通矛盾は解決した上でちょっとこう芸術の表現っていうのはいかないと、ちょっとうまくいかないところがあるんですが、矛盾だらけをそのまま描こうとする、整理しないままですね。そうするとね、良くも悪くもですが、偶意性を持たざるを得ないのかなと。あけぼの村見ますとね、犬を偶意に使っているためにね、これが被害者として見ていいのか加害者として見ていいのかというところがね、分からんということでしょう。戦後日本に帰ってきた時の被害者ですね、そのちょっと前の加害者というところの、その矛盾を抱えたまま描こうとするとね、どうしてもね、リアリズムというそのものズバリを描くという態度がなかなかできなくて、偶意というものを持ち込むことで解決してきたのではないか。在日アメリカ軍の基地問題をテーマにした1954年の作品。舌を垂らし暴力を振るうアメリカ兵、髪の毛をつかまれ
無抵抗の女には日本の陰梅を意味する文字、どちらも醜い怪物に描かれています。生活戦線、戦後の貧しさの中内職をする家庭の様子です。映画の悪役のような少尉軍人、被害者のはずの少尉軍人の存在が家庭に圧迫を与える脅威とも見て取れます。山下の眼差しは複数の目で物事を捉え、常にその奥に潜むものを見据えていました。曙村を訪ねた時のことです。村を歩きながら、あの道で、そこの辻で、この曲がり角で見かけた狐のような赤犬が、一匹の同じ赤犬ではなかったのかと思わせられるような異様なものを感じた。まだまだ封建的な山村のそこここには形を変えて絡みつく鎖がどこまでも続いて、この曙村も私の故郷と重なり合いながら二重苦の物語を形作ってゆく。山下は幼年期の思い出をこう語る。そっと覗き込むような意地悪い視線、または長い因習的な対立が私を吸い込むような不安感があったと。あけぼの村で感じた閉塞的な空気は、故郷の村の記憶を紡ぎ、さらに軍隊での体験を呼び覚ますものであった。山下が戦争の奥に見つめていたもの、それは不合理なことにも口をつむり、抑圧する者へ帰属し服従する日本人の体質そのものであった。曙村物語、一つの事件を描きながら、ここには時空を超えた普遍的な問いかけがある。山下菊次が見据えていた日本人の姿、それは今も何も変わってはいない。その曙村山下さんのその代表作なんですけども、一番現在に至るまででも謎っていうか不思議だなと言われるところが、あけぼの村物語と言いながら、そのあけぼの事件という言われるものの事件そのものの襲撃事件が書かれてないことと、その告発対象である地主の姿が書かれてないということなんですね。一番よく見るとこの絵を見て最初に気づくのは、この手拭いをしている女性がこう頭を下げて、右側に鎌を持って、左側に何でしょう、何か植物を持って、こういう姿ですね。でよく考えてみると、これは誰から見た視点だろうっていうふうに考えるときに、言うまでもないっていうかですね、突然それは了解できるんです。この姿を見ることができた、一番目立つ真ん中にいる、その後ろには背景に麦畑があるわけですけども、この視点っていうのはまさに告発された
地主の視点から見ていた。地主にとって見えるのはこうやって釜を持って訴えてきた、襲撃してきた人たちの姿を見てるわけですから、この絵は実は我々観客というか、この絵を見てる人はその告発された地主の視点からこの絵を見てんだと思ったら、突然この全てが了解できるわけですね。この絵は事件そのものを描いてないんではなくて、実はこの絵を見るということがその事件そのものの場面に立ち会ってると、何か観察するとか事件を観察する視点ではなくて、絵を見るっていう人間自身をその事件出来事の連鎖の中に組み込んでしまう、そのエンドレスの傍観者の立場に立たせないで、その当事者の立場に、観客も組み込む、当然画家自身も組み込まれたのかもしれないですから、戦争の時にまさに自分がそういう自分自身が変容していくと、絶え間なく自分の立場が変わってしまうということを経験されたと思うんですね。単に傍観者としてこの絵を描くっていうんではなくて、絵を描くっていうことがそういう立場のない主体と客体が、被害者と加害者が、そういう立場が循環してしまうような、プロセスの中に絵を描くってことが入り込む、組み込まれるんだっていうことを、まあ彼は知っていたというか、まあそれを実践した絵がこの絵だったと思うね。ことを考えさせられますね。なんかこうのっぺりとした目に見えない幕の中で、なんか全てがこう溶け出していくようなね。だから加害とか被害とか、それからまあ作品とそれを見る人とか、なんかそういう境界が全部こう侵されていって、なんかこう自分の安定感がどん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 壊されていくような感じがしますね、あのまさにこの当事者に巻き込むってことを岡崎さんもお話しされてましたけど、そうですね、動物たちを取り入れることによって、はい、いろんな目で見ているて、そうですね、その目がこう僕たちに触れると、お前は俺と同じだろうと言われてるの気がする。ここの動物、実はあなただよという、加害者であり被害者だよ、で見てる側は、そう思いたくないと思いながら、何か自分のどこかにあるものがやっぱりこう化身となって現れている気がするんですね。徳島県西部の三好市井川町、タバコ産業で栄えたこの町に1919年山下は生まれました。和菓子の製造販売業と商店を営む家の6人兄弟の五男。子供の頃は町でも有名ないたずらっ子だったといいます。その山と川のある美しい私の故郷の町は、私の少年期の思い出を抱き、父母の魂が息づき、あの面白い鬼瓦に守られた柳波の下は、人々が町の行く末をじっと見つめている。山下の描く不可思議な世界の源泉には、故郷徳島の風土や文化がありました。長い伝統を持つ人形浄瑠璃、犬神月と呼ばれる土着信仰、竹やぶや沼地で遊んだことなど、幼年時代に体験したさまざまなことが作品に投影されているのです。
私が生まれたのは徳島というところだ。阿波浄瑠璃の盛んなところで歌うようにしゃべる人形の言葉はわからなかったが、生きているように動くのを見ているだけで面白かった。まずはめでたや、まずはめでたや。正月になるとポンポンという鼓の音とともに恵比寿回しが琴扇にやってきた。恵比寿人形の手で撫でてもらうと絵や習字も上手になるというので、私たち少年の憧れであった。人々の暮らしと自然や動物が一体となった宇宙、その眼差しは曙村物語の中にも注がれています。この絵の、もう一つ画期的な点というかですね、特筆すべき点というのは、人間の顔が正面からというか描かれてないんですね。それに対して動物の顔、魚の顔が描かれていると。ところがこの動物たちはやめて事態の推移に対してのんきというか、あまり全体のことに気づいてないんですね。しかし動物は動物の違うメカニズムがあるわけですから、人間的にそれを解釈するってことが正しいかどうか分かんないですね。むしろ重要な点は、動物は人間とは全然違う時間や空間、別の世界、別の生態系と言ってもいいんですけども、そういう秩序で、暮らしてると。で、動物が見ている光景っていうのは、最後まで我々はその何を見ているか理解できないがゆえに、動物の視点っていうどっかに外から人間が滅んでも残るような視点っていうものをどっかにその動物の視点の中に託されていたのかもしれないな、なんていうことを思ったりもするわけ。子どもの頃から鳥が好きで、大人になるとスズメ、オナガ、タカ、フクロウなどあらゆる鳥を家の中で放し飼いにしていた山下。鳥が自由に羽ばたくアトリエの中で、鳥の目に見守られながら絵を描いていました。30年にわたって山下の制作を見つめ、共に鳥の世話をした夫人の雅子さんです。私も鳥が好きで鳥を飼ってましたんですけど、山下と生活共にするようになりましたら、カラスはちゃんと家の中に小屋があって、その中で生活はしてるんですけど、いたずらが激しくて、光るものやなんかみんなアトリエの高いところに持って行ったり、肉とかなんか焼いてお皿に乗せてる間にちゃんと取っていかれたりとか、そしてなんか割合私の方がカラスより後から来たもんですから、ちょっと意地悪っぽいところがありまして、カラスはこういう意地悪がするんだなって思ったことありますよ。でも鳥はまあなんかすごく霊的な力があるような気がするんですね。まあ、人間が五感、第六感って言いますけど、そういう五感、六感、七感の鋭さが魅力だったんじゃないでしょう。特に目の良さはやっぱり自分にも欲しい力だったと思います。人間以上に尊敬してたようです。死んだ人が私を産んでくれた。山下46歳、
母親の死に際して描きました。中央に座り鳥の目で四方を見つめているのが母親です。赤い鳥となって母や父のいる黄泉の国へと向かう山下。盆には死者を家に迎え、彼岸と死岸、生と死が密接に交わる風土。山下の眼差し、それは人間の存在を深く貫き、自然や生命の広がりを捉えていたのです。なんかこう見れば見るほどいろんなものを考えさせられますね。こう生や死や彼岸や死岸や動物や人間や、そういういろんな境界がこう消えてなくなる世界、本当はもしかしたら山下さんそれを一番こう自分の憧れてた世界かもしれないですよね。やっぱりそのあれだけ鳥と共にする生活があって、うんうん、鳥たちの時間っていうのを感じていて、うんうん、なんかそういう一つもっと大きなところから人間の時間っていうのを見られたんですかね。おそらくね、ここの中に日本の社会というか日本人の一つの戦後日本かな、まあ、あるいは近代日本と言っていいのかもしれない、そのやっぱりこう原型が出ていて、でそれを不気味だと思いつつ最もこう濃密にその世界を愛していた、うんうんうん、なんかそういう山下ってのが見えてくるんですね。だからただ単に戦争とか差別をするその社会を告発するんじゃなくて、そこが自分の一つのふるさと、なんかそのね葛藤がずっと持ち続けた人だと思いますね。ハサミで切り、糊で貼る。そこから生まれる思いもよらない世界。コラージュは山下が油彩画とともに積極的に取り組んだ表現です。山下は他人の写真や図版を使うことによって客観的に事柄を把握し、より直接的な表現ができるとしてコラージュを好みました。晩年の山下がコラージュで挑んだテーマ、それは狭山事件でした。1963年埼玉県狭山市で起こった女子高校生の誘拐殺人事件。被差別部落に住む青年が犯人として捕らえられました。当初から警察による見込み捜査が報じられていましたが、1974年無期懲役の有罪判決が下されました。山下は冤罪ではないかと考え、丹念に資料を集め構想を練り上げます。この頃体の不調を訴えていた山下、筋力が低下し次第に体が動かなくなる筋萎縮症との診断でした。そうした中で挑んだ41点もの連作、戦争と狭山差別裁判。少女の家族への脅迫状など、事件に関する図版だけでなく、ヨーロッパ中世の戦争の凱旋図などをコラージュする山下。あらゆる時代、あらゆる場所で繰り返される戦争や差別、抑圧の体系を重層的に表現しようとしたのです。
30年前の戦争と現在の狭山差別裁判は私の戦争体験を軸に強く結びついている。私の中にくすぶっている非人間性は他人の死を傍観し否という声も上げえなかった。沈黙の堆積は人間を盲目にする。むき出しにされた非人間性は戦争とともに去ったわけではない。理不尽な死は現在もある。山下菊二は不自由な体を押して亡くなる直前まで制作に挑み続けた。人間として、人間らしく生きられる、生きやすい世の中にしたいからじゃないでしょうか。まあ、亡くなるちょっと前ですけども、ちょっと病気のために手が震えたり何かして細かい線とか何か描けなくなりましたら、これから描き方を変えてもうどんどん絵を描くぞって亡くなる前の日にもそう言ってましたから、まあ、描きたいものはまだまだいっぱいあったと思うんですね。絶筆になってる彼の話っていう、あの描き方を見るとあまり線がなくて色面のこう差だけこうで境があるっていうような感じなんですけど、ああこういうふうに変えて描きたかったんだなと思って、その彼の話を見た時に感じました。だから、まあ、ああいうふうにどんどん変わっていくのかなと。けぼの村物語。なぜ戦争や差別はなくならないのか。ここには人間への根源的な問いが渦巻いている。山下菊二は言う。私はあくまで真実は曲げられないとして戦う人と共にありたいと思う。私の表現がその戦いの一環になりうればと願っている。